ツイッター、ちゅちゅちゃん、やぞ、オッケー、はい、オッケーです、はじありやす、こんばんは。お、来たね、ちょ、しょって、わーありがとう、わーありがとう、わー、まつりだまつりだ、よし、ちょっと待ってよ、こんばんは。マック遠くて近くの水戸に吸い込まれてしまって、すいません。まあもうそれはだって、あの丸いからさ、ハンバーガーだよね、丸く、あーありがとうありがとう、ちょっと待ってよ、来たね、ちょっと待ってちょっと待って、アイミンボーイさん、だるま、エクスペクトパトローナム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 、そしてあずさん、私が本名を知ってる人だね、エクスペクトパトローナム、ありがとう、始まったね今日も、よし、あ、まだ杖まだあるよ、よし、ご飯食べようか、ご飯の時はもう姿勢正してていいか、みんな買ってきた、マクドナルド、私も今日マック食べれなかったんですけど、照り焼き食べれたので、これはもうマックですよね、マック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 、ほとんどマクドナルド、よし、買ったよみんな、まずは二重顎すぎんだけど、まずはサムライマック、これみんなが昨日超おすすめしてくれてたやつね、サムライマック、これ私初めて食べると思うな、サムライマック、ミニって書いてあるんだけど、なんでミニだ、そしてナゲット、これナゲットのこれ何、何これ、え、何これ、え、何これ、ナゲットこれ何、これここに入れるみたいな、何これ、これなんかこんなんできんだけど、これボコンってなってるんですけど、これ何、何これ、ここにこう挟むみたいなこと、何これ、これ何、これちょうどぴったりなんですけど、これ合ってる使い方、合ってる、昨日受けて昼がマクドでした、あ、そうだったんだ、これ使いにくくね、これどうやって食べんねんって話だよ、これベローンって食べちゃうしね、こう開けたらデローンみたいななっちゃうしね、って感じかな、でソースは2つあります、バーベキューとマスタード、そしてポレロ、ポテイトもありますよ、じゃーん、ポテ投げ台だから L にした、わー箸欲しいな、じゃあ箸持ってきていい、じゃあお箸持ってきます、ちょっと待ってね、配信なのにマクドナルドの匂いがします、ウケるちょっと待ってよ、なんか変なもん映るかな、マジか、ミュートするの忘れちゃったけど、マジか、よいしょっと、じゃ食べますか、トノが恋しいな、トノ恋しいね、トノ大パってないね、私もトノね、もしかしたらね、トノね排除かもしれんわ、あいつすいません、もうポテ投げ食べ終わりました、ウケるポテト1個食べ、いただきますしね、手と手を合わせてください、いただきます、はははは、排除トノトノね、ちょっと邪魔すぎるかもしれない、グレードアップトノを買うんですか、もうグレードアップトノも買いたいけどね、ちょ場所がね狭いんじゃないか説が出てきた、ね、サムライマック、マジ初めて食べるんだけど、サムライマックなんだっけ、こう肉って感じするんだっけ、いただきます、うん、あ、うまいね、てかたぶんね、
ソースがうまい。そもそもマック行ってきます。追いつく、追いつけるかねとか言って。ソースがうまい。待って、飲んでんだけど私ハンバーガー。待って、サムライマックうまいぞこれ。めっちゃサムライマックうまいんですけど、やばい、ハンバーガー飲んじゃった。おいしい。食べてない食べてないよ。大丈夫だ、ね、と。あ、トモさんラブ。ちょっと待って、ハンバーガーわかんない、ラブできない。はい、ラブ、ハンバーガーとラブ、ありがとうございますトモさんラブチュッチュ。よし、アンチュ侍アンチュ侍、アンチュ侍。よいしょ、うますぎ。3年ぐらいマクドナルド行ってなくらいです。食べたくない。3年マクドナルド行かないこととかあんの？私もうジャンクフード大好きなんだからさ。ソース口についてる？うん、うまい、めちゃくちゃうまいんだけど。まあ、私も言うてマクドナルド久しぶりに食べたかな。サクうま。なぜ痩せてるんだ。うん、でもね、今日ね、実を言うとね、本日一発目の食べ物です。ずっといろんなことやってて、ね、ゲームとか、まあ、いろんなことやってて、食べる時間がねそもそもなかったんだよね。なので今日はやってます。お昼マック食べました。おっ、みんな食べてるね。うますぎ。でなんか昨日ね、昨日なんか、昨日とか今日か、今日の朝ショールーム触ってて、なんかね目標達成までみたいなあるんよね。なんかこれ見えてる？みんな見えてますか？みんな見えてる？見えてる？見えてる？なんかね、なんかわかんないけど、なんか設定してみた。自分でイベントを決められるみたいなやつがあって、なんか おもろーと思ってやってみた。うん、まあ遠すぎなんだけどね。自分でなんか決めるのがあるっぽくて、これやることにした分かんないけど。期間とかあるんですか？期間とかこれあんのかな。設定できんのかな、期間とか。まあ、今月って感じかな。分かんない。これいけるもんなの、これって。配信か。配信する。チュートリアル見てみよう。
これさ逆にさ、こっからここになったらみたいなあんのかな、なんかこっからここだとこうでみたいな、このポイントだとこうでみたいな、あればいいななんて。パプリカ、そうパプリカね、今日ね歌いたかったんだけどね、パプリカカラオケあんのかなっていう。パプリカ花が咲いたら晴れた空にパペポパポ、ちょっと待ってね、パプリカじゃなくてパプリカ、パプリカ2個からあるよ。あとはね、今日はね、今日私も個人的に歌いたいやつは何個か持ってきたって感じかな。はい、サムライマックのナゲット注文しました、楽しみ楽しみ普段着とかだよね、フダブックって普段着。うーん、なんか年一ぐらいで出したいなと思ってて、年一で出す感じかな。パプリカ幼女バージョン来る。パプリカなんか幼女バージョンでしょ。てか芋なんかうまくなった気がするんだけど、アンチがミラーボール、アンチご飯食べたらミラーボール食べないかな。なんかちょっと今ミラーボールちょっとなしだわ食べ物出てきちゃうからね。余熱のレモン、レモンも入れるか。じゃあレモン2個から、よし。年一フォトブック、毎日楽しそうな曲考えたら、だって年一フォトブックやりたいね。フォトブックの企画、ほら、あれだね、芋に何つけたのかな。芋はねケチャップとマヨネーズだね。どっち開けよう、マスタードかな。マスタード開けます、マスタード派。おいら待って、フォトブック分かってないですか。アンチのポエムはついてきました。ついてこないね、分かんない、ポエるかな、私ポエっちゃう。あかりちゃんポエっちゃう、もしかして。今日はドラクエやるんですか。ドラクエはねちょっと金曜とかいい日を狙ってやります。何もつけない派です、わかる。最初の2個私何もつけなかったよ。あとね、お箸派、フォトブックコミケとかで売ってほしいな。売れないよ、私レイヤーじゃないもん。だから並ぶよ、うん、でも死んじゃうからな、みんな。あ、写真集ってことですか。え、神では、うん、そんな感じ。写真集っていうかはフォトブックに近い感じかな。サムライマックしょっぺーしょっぺーよな。ちなみに飲み物はねアールグレーです。おっしゃー、
あーま、真夏真冬だもんね。暑いし寒いし、ほんとだよ、死んじゃうよ。私なんかぶっ倒れてる人たくさん見かけましたもの、昔コミックマーケットで。うまっ。フォトブックだからなんか誰だ、ツイッターかなんか、まあ写真って感じかな。あ、嬉しいね。今日外トレーナー着てヒートテック着ても寒すぎました。え、寒かったんだ今日。うん、文学フリーマーケットだといい季節に買える、うん、文学フリマ一回だけなんか付き添いで行った文学フリマ、わっけわからず帰ってきた。あん？ハザブックの帯とかで壊れそう。帯。フォトブックって言い方が良くないのかな。ミニ写真集。ほんと、写真メインのみたいなね。やっと、かななんて思ってます。どうでしょう、どうでしょう。うまそうに食べるな私ね、ご飯大好きでございますから。やば、めっちゃこう手でいくか。はっ、うん、普通の本棚に入るやつですね。冊子みたいな感じ、冊子ですね、冊子をね作りたいの、ずっと作りたい作りたいと思っててって感じかな。ファンクラブでいう解放誌みたい。あ、そう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 、そんな感じそんな感じ。危ない、ソースがうまいわサムライマック。うん、うん、まっ、うん、もうリップなくなったねうますぎ、あー、うますぎ。ホチキスで閉じてるみたいな形かな。そう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 。サムライマックリピス、そうですか。うん。なんか石塚の中でだいたい 2,3 個の中でルーティンしてるって感じなのね。ルーティンしてるって感じで。昔はずっと照り焼きが好きじゃって、じゃってだって
好き、照り焼きが好きだったから一生照り焼き食べてたんだけど、最近江口とか行ってんのよ。だけど本当にもう、もしサムライマックがなかったらエビフィレオかなって感じ。なんか小学校中学校の時はもうずっとエビフィレオだったの。だけど私ワンコインのスパチキずっと食べるの。スパチキうまいよね。スパチキうまいよね。スパビースカスパチキと、スパチキとスパビーがあるのか、スパイシービーフか。あったね、そんなのは。出たわね。変な人から LINE が来ました。友達ではないユーザー、なんか多分詐欺だと思うんだけど、きぬこさんっていう人から LINE が来てて、2021年の9月に赤ちゃんって来たから私バブって返したのね。でその後、お元気ですか、彼岸花が綺麗に咲いていますって来たの。これ無視で、今日今本当にすみません、この LINE は小磯さんですかって来たんだけど、私なんて返せばいいと思う。小磯さんですかって言われて、これ無視なのか通報なのかブロックなのか。石塚あかりって書いてるのに小磯さんなわけないじゃん。これどうする、みんななんて返す。きぬこっていう人、待って口に何かついてるじゃん。もうブロックでいいか。オッケー、さよなら、さよならしました。アンチのラインカウント詐欺師に売られてるんですか。売られてるかもしれないね。何で追加され、友達かもみたいな人もさ、全然友達じゃないんですけどみたいな、たまにいいんじゃん。誰みたいな。ジェニファーさんとか。誰、大きい声出た。めっちゃエロい人もいるんだけど、タンミー・ロバーソン、エロい女もいますよと。仁良平さん、誰、20歳の弟の友達かな。無視しよう。うん、おいしい。バブって返された方はどんな気持ちだったんだ。無視されてもバブって返したら、はい、オッケー。ハンバーガー食べ終わりました。あとは、あとはポテトとナゲットだけなんですけど、しまった、バーガーのキムタク待ち持ちやってもらえばよかった。あー終わっちゃったよ。終わっちゃったよ。
エリさん、ウィンガーディアムエリオーサー。よし、ナゲットキムタク持ちで。ねえ、ごめん、ナゲット私箸派なんだよな。ナゲットキムタク持ちなんですんねん。そう、次回のマクドナルド回だね。あれ、私なんて言ってたっけ、ウィンガーディアムの前。和風画か。なんだっけ、ウィンガーディアム、エクスペクトパトローナムか。そもそもさ、ハリーポッターで一番有名なのさ、ウィンガーディアムレビオーサーじゃない？なんかポテトすごいシャリシャリしてるウィンガーディアム、あの持ち方、虫みたいでかっこいいんだよなわかる、なんか虫っていう言い方わかるかも。やば、めっちゃダクダクつけちゃった。ハリーポッターの魔法で一番おもろいやつ何なの？お日様ひなぎくやっぱり。お日様ひなぎく溶けたバター、ポテトが浮く魔法浮くんかな。それにしてもうまっ。よし、ウィンガーディアムレディオーサー、ポテトを使わず箸に運ぶ魔法いけるかな。ウィンガーディアムレディオーサじゃなくて浮いてるの。ちょっと待ってよ。アイミンボーイさん、センキュー、ラブチュッチュ、ラブチュッチュ、ありがとう。よし、よしと待って。う、魔法使えたわ。よし。実質ハーマイオニーじゃん。そうだ、実質そうだよ。アンチが浮いてる。違う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 、ポテトが浮く魔法ですね。俺たちは今日、俺たちは時代の目撃者になりました。よし、うん、やばい、めちゃくちゃお腹いっぱい。ハンバーガーだけどマジ気持ち悪くなったんだけど、いい、ちっちゃくなったわ。なんかあんだけ食べてたのに、めちゃくちゃ、なんだっけ、 2,3 日前とかね、もうアホみたいにご飯食べてたのよ。6時間ずっとご飯食べてたのよ。何食べたっけ、ちょっと見る。食べたものね、あんま写真撮ってないんだけど魚料理食べて、魚行った後に、何言ったっけ、魚行った後に鉄板焼き行って、鉄板焼き行った後にイタリアン行って、でまた鉄板焼き行って同じ鉄板焼き屋さんだよ、鉄板焼き屋さんに行って、そっからちょっと歩いてまた行くっていう、また何っていうのやってたんすよねまあ、そう、鉄板焼き屋さんリピートっていうのをしたね。まあ、そこではね、鉄板焼き食べずにね、ビールとか飲んでたんですけど、っていうのをやってましたね、この間。アホみたいにはしごして、結局その日はね、
7軒ぐらいはしごしたっていうね。よう食べるよ本当。なのに今はハンバーガー1個でちょっとこれトイレかかっていうぐらいいいパンパン、めっちゃ気持ち悪いめちゃくちゃ気持ち悪い。めっちゃ言われたもん、え、まだ食べるんですかみたいな、ドン引きみたいな、え、まだ食べるんですか、でも2畳終わるよほら、え、まだ食べるんですか、え、みたいな感じでした。店員さんもびっくりだもん、びっくりした、びっくりしてたね。その細い体でどこ何入るんですかって言って、えって言って、うん、私お酒で余裕で飲める女方、彼女にしたいです。お、私やば、麺ぼーっとしてた、あれ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 にやけました、好きです、死神太郎さんが初訪問だって。死神太郎さん、どうか私を殺さないでください、私は善良な市民でございます、やめてくださいまし。アンジュが彼女なら退屈しなそう、うん、どうだろうね、どうなるんだろう自分、結構なんかもうめんどくさいけどね、 LINE とか返すのちょっとだるいしさね、要望には一切答えないよ、文句ばっかりしあ、例えば今だったらマヨネーズ取ってこいとか言うしマヨネーズとか言って取ってきて、私は占い師です、え怖い、人狼ゲーム始まってる、LINE はだるいよね、俺も LINE 返すのはだるい、だるいよな LINE、 なんであんな LINE 返すのだるいんだろう、でも私ちゃんと LINE 返してるの偉くない、仕事の LINE とか iPhone とか、ちゃんと返してるもんな、てかねっていうのをやってます、偉いでちゅね。 LINE 人狼なくなって悲しいです、 LINE 人狼なんかあったの、怖っ、弟みたいな扱いになるのかな、まあそうだね、よし、じゃあエア、待って、でもエア飲食店きつい、もしかしてエア飲食店きついんだったらもうこの流れでさあれやる、あれなんだっけ、あれなんだっけ、あれ男は冷蔵庫し、あのなんだっけあれ決める、なんだっけ、好きなじゃないや、イマジナリーガールフレンドでも決める、うん、っていうか開かずの間や、開かずの間、ちょっとね明日の12時に始まりますパチ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 、明日の12時にチケット発売が始まるんですけれども、ちょっとよろしくお願いしてもいいですか、ね、上演時間は先行とか抽選なので全然大丈夫なんですけど、そう早い者勝ちではなくとりあえず抽選です、抽選なのでまだ全然大丈夫なんですけれども、東京でも上演して東京でもやりたいんですけれどもの
デモノーだって。上演時間はね一応90分を予定しています。まだ予定なので、ね、未定なんですけれども90分かなって感じです。箱が大きくないから当たるか心配なんです。いや当たるって。90分なので90分休憩なしで8000円ぐらいで考えてたら5000円でびっくりしてます。そうです、抽選でって感じですかね。いやこれ埋まるから埋まってほしいな。たっぷり90分、そう90分だと見やすいかなと思ってこの設定にしてあります。お尻痛いとかあるじゃん。みんなで埋めましょう。みんなで埋めたいね。みんなちょっとお友達とかをちょっとお誘いの上お願いしてもいいですか。ちょっとねこれがねマジ全席完売じゃないと本当にきちいでですね、きちいでですね、って感じ。とりあえず応募します。席はいくつありました、むしろ入れてって感じなんですか。いやー定員は NMB 劇場どんじゅう、いや少ないと思う、全然少ないと思うんだけど、チケットがじゃ例えばじゃあ全席完売ですってなっても、いやもう全然ね全然ねもう私のポケットマネーが死ぬんですね。なのでちょっとよろしくお願いします。死んじゃいます。私が本当ビビってるんですよ。当たるか不安。グッズも楽しみ、グッズもよろしくお願いします。グッズちょっとマジで完売、前2列使わないんですもんね多分。そうだね、グッズも買います、グッズもお願いします。前方は高めにしてもいいんじゃないかな。そうですね、前方がねちょっと高めの設定になってます。ちょい気持ち、いや気持ちじゃないかな、小劇場はプラスにするの大変みたいですね。大変どころの騒ぎじゃないよって感じですね。コストパフォーマンスがね悪いでやんすからね。高めでも5500円、良心的。本当にカズノも初めてだから当たってほしい。いやちょっとよろしくお願いしますって感じ。もしアンチが自腹するなら岡村さんにも払わせますんで。いやいや岡村まなちゃんはあれですからね、演者で普通に雇うっていうか普通にお願いしてるからね、出てくださいって言ってちゃんとお金もお支払いしてって感じです。グッズ完売してやっとプラスかな。グッズはね完売プラスにはね今のところねならない計算なんですよね。だから裏事情めっちゃ。ちなみに配信とか今のところないかな。配信はないかな。 DVD とかは多分あると思うんだけど、グッズは出せば出すほど赤字ですよね。うん、なんかもねやばいですねとか言って、もうねもう最近本当にだから最近めっちゃなんていうの食が細くなったね。そのこの間この間つい最近かつい最近まあ予算とかをパーッと見てたらもう。うってなるぐらいこう金額がバーッ連なっててキッツってなってた。チケット代あげなくて大丈夫ですか。いやそれ多分90分っていうのもあるのでね、それぐらいかなと思っていまして、今開かずの間直にしています。今日は特別幕です。うーありがとう。大学の時小劇場出たら満員だったのに主催が自腹切ってて衝撃を受けましたね。いやそう本当にそんな感じなのマジで。全然ね
全然自腹なんですよね劇団って。そしたらせめて差し入れほしさせてほしいんでよろしくお願いします。いやもう差し入れもうなんかグッズを買ってください、お願いします、グッズを買ってください。満員でも自腹人員のせちがれ、そうなんだよ、もうねお金がかかって仕方がないんですね小劇場って。当たる確率が上がるなら2枚にしてもらっても構いません。いやー確率とかの話じゃないんだよね、前も劇団やけど毎回自腹切ってた。いやそんなもんなんだよな、自腹で切るもんなのよね世の中。お金、そうそうお金でね、もう今だから最近めちゃくちゃゼーハーしてる。どうするどうするとか言って、ザザハウスでキャパ検索したらそこそこ小さく、そう小さいんだよね、だからそんなカツカツなのか、カツカツだよ本当に。だってどうするってなっても自分の貯金残高とこうパッと見ながら、そんな減ったかって、だって目いったわってなって、うーってなってた。シビアかな、ちょっと頑張ります、私本当に本当に頑張ります、お仕事お待ちしています、これを見てる誰かいたらお待ちしてます。今回で予算が分かれば次回クラウドファンディングでもいいかもね。クラファね、クラファね、集まるかな。でもクラウドファンディングやるんだったら絶対に何、肉がいい、肉、焼肉会とか、あと何がいい、牛角とかで2時間ぐらい喋りたいんだけど。牛角のさとかカフェとかどう、焼肉とカフェとバーとどう、バーは良くないか、酒はやめるか、焼肉とカフェ良くない、アンシと行くバーベキューバスツアー、バーベキューやりたいんだけど、私は一覧でもいいです、一覧バーベキュー、待って豊洲にあるさ、バーベキュー超楽しそうだったんだよね、あれやりたいんだけど、どれぐらい行くんだろう人、私バーベキュー大会やったら、バーベキュープラン1人3000円ランチプラン、ランチがいいか、ディナー、いやランチがいいな、ロングステイプラン、ガーデンパーティープラン、ランチプラン、ガーデンパーティーの方が安いか、ガーデンパーティーでしょ、平日限定、平日限定無理、みんな休日の方が良さげよね、ランチプランやりたいな、これグランピング、グランピング、グランピングやりたい、うわうまそう、マシュアーリープラン、アーリーランチプラン、アーリーランプラン、これ何、アーリーなんとかプラン、え、めっちゃうまそうなんだけど、これいくついてくんのこれ、アメリカンスモークステーキ、シュラスコポーク最高、
しらすことはそいでお肉に取り分ける、取り分けるよ私が。ビアカンチキンいいね。ビールの蒸気で中はジューシー、外はパリッパリ、ほのかに香るビールと健全、お子様や女性にも大人気です。うまそう。旬の野菜盛り合わせいいね。ポップコーン、炭火専用のマシュマロ、これ定期的に開催したいな。夏なんて贅沢な妄想なんだ。職場ぶっ壊してでも行くでしょ。バーベキューこれ楽しそうじゃない。イマジナリーバーベキューでも満足なのに。バスツアーはちょっとなんかあれかもな。知らない人の隣の席に座るの嫌じゃない。ガーデンパーティープラン、これなんかもう少人数でなんかやりたいんだけど、少人数で普通にオタクと喋るだけで楽しみなのに。バスツアー、バスツアーな。やスイカ割りやりたい。バスツアーはちょっとなんか違うよな、石塚的に。石塚的に違うんだよな、なんかわかんないけど。野外ご飯ってやっぱいいよな。なんかあるんすよ。上みたいな。ディナーショー、ディナーショー。ディナーショー前に言ってたコラボカフェ、コラボタカフェはねむずいね。なんかそこで私のさ、なんか貧乏飯みたいな食べさせるみたいなイベントどうどうみんな。よくない。いやいいねいいね、やりたいね。東京は豊洲、大阪なんかある？バーベキューできるみたいな。東京と大阪でやりたいんだよな。マクドどうなった？マクドなどもう食べ終わりましたよ。食べ終わりましたよ。私。食べ終わりましたよ。ゆるきーる。てな感じかな。よし、大阪でもそれなりに場所あります。ある。東京はね、豊洲まで来てもらおうかな。豊洲めっちゃ好きなんだよな。豊洲ピット近いし。何の話？あのバーベキュー大会やりたいなっていう話で、そこら辺の河原でもできんじゃね。あー、まあできるけど違うんすよね。そういうのじゃないです。トヨスピットの横にあるなんかバーベキュー屋さんみたいなのがあって、私トヨスピット結構行くんだけど、トヨスピット行くたびにここのバーベキューでバーベキューやりたいってめちゃくちゃ思うんだよね。アンジュの家のベランダで見よう。私の家のベランダもないよ、鬼狭。ちょっとマグポテト、マジ3割も食べれてない、2割ぐらいしか食べれてないんだけど。あの青森とか、青森か、青森人来るかな。札幌とかやりたいけどね。どう札幌。ベランダでバーベキューはもはや交代制になるやつ。そうだよね、全国どこへでも行きます。いやいやいや無理です、無理ですとか言って。あっち側の方がいいか。マザー牧場がよくね。100マザー牧場じゃない？待って、マザー牧場
私マザー牧場大好きなんだけど、えマザー牧場やばくない、行けなくない、車でしかマザー牧場行けないっけ、まあ車でしか行ったことないんだけど、マザー牧場、えマザー牧場車でしか行けないの、無理じゃんそんなん、交通アクセス、え車バイクを降りるのかバカ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 、行けないやん、電車フェリー、あ行けそうだよ、バスバスね、これ JR 新宿から木更津から君津、うわめっちゃ遠いやん、えぐ、あ直通バスあるよ、直通バスで IC100、700円ぐらいで行けるわ、40分かかるでバス、こんなのもう無理じゃんねこれはちょっとまず東京まで出なきゃなら、そうだよね、ちょっとマザー牧場行きたいけどな、行けなくねこれだと、マザー牧場60周年だってえぐ、いちご狩り終わっちゃったわ今年、うわ巻き場で目覚める朝グランピング、これやりてー、うわー打ち上げ花火、サマーナイトファーム、待ってめちゃくちゃ行きたいが、手持ち花火エリア、うわー、ちょっと待って、マザー牧場のグランピングめっちゃ行きたいんだけど、よくねみんな予約取れんのかな、夏、夏だと暑いかな、日付見て日付見て、待ってやば、えぐ、大人2人、大人1人大人1人きつ大人1人、きつくねそれ、大人1人で行くのこれどうなん、誘える友達いるグランピング誘える友達いる、マザー牧場下りバーベキュープラン、うわイマジナリーガールフレンド、イマジナリーガールフレンド同伴で行くしかないよね、はい大チュキー、たっか5万円もするぞ、これは無理ですね、いくー、うわ超楽しそう、ドームテントスカイプレミアム、うわーこれめっちゃいいじゃん、ホームシールド展開マザー牧場こだわりバーベキュープラン、うわー7月まで、7月はねちょっとね忙しいわ、ごめんね、ドームテント、うわこれドームテントスカイプレミアムめっちゃ行きたいんだけど、いつ空いてんのこれ、バーベキューはやらなくていいわ、スカイテントだけでいい、これは全ての客室を表示、詳細を見る、これがいいです、これがミニハンバーグついてくるってよ、みんな、うわーこれはね、うわ全部埋まってんだけど、全部埋まってます、最悪です、
あ、なんか始まったよ。待って待って。ルル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 ルパプリカ。あ、なんか。目覚めるかと思ったし、やるカラオケじゃあ。ちょっと待ってよ。ちょっと待って。うわ。ギフトめっちゃ来てるやん。ちょっと待ってくださいよ。サマン朝の王様、あかりとサマン朝の王様、ありがとう。そしてあわピンクさん、さくらんぼありがとう。チェリーチェリーそしてリンガーデムレディオーサー、そして朝ミラボール、 Thank you、 ありがとうございます。リンガーデムレディオーサー、そして小川さん、リンガーデムレディオーサー、そして朝またミラボール、リンガーデムレディオーサー、小川さんまたお花、リンガーデムレディオーサー、そしてアイミンボーイさん、アイスクリーム Thank you、 Thank you アイスクリーム、ハッピーアイスクリームかな。パプリカとミラボー重なってなさすぎる、本当だよ。あ、ウィンガーディアムじゃない、エクスペクトパトローナムか。よし、ちゅうことで、よし、ちょミラーボール行くときミラーボール行きますって言って、ミラボール行く？ちょっと待ってよ。で、可愛い状態がいいから、ちょっと準備だけさせて。ちょっと待ってよ。水飲んだり。サーセン、本当だよ。ミラボール行きますって言ってね。まだだよ、まだだよ、まだだよ。私がオッケーって言ったらね。リップ塗りたい、リップ塗ったりとかしたいわけよ。わかる？この乙女の気持ち。歌どうする？歌今日これかなっていうのあるんだけど、今日これかなっていうのがあるんだけど、どう？昨日からねこれがいいなっていうのがあって、それにしようと思うんですけど、それでもいいですか？オッケー。よし、よし、オッケー。ちょっと待ってよ、まだだよ、まだだよ。ちょっと待って、まだナゲットの食べさしとかめちゃくちゃあるんだけど、まだ一口しかかじってないやつがあるんですけど、ああちょっと待ってよ。あ、待って、ちょっと本当に待って、これだけ食べちゃおうかな。そしてこれ食べたらやっているからね。うん、待って待って、まだもぐもぐしてるから。ちょ、広告流れてます、ちょっと待ってよ。まだよ、よし、オッケー、ついてないかな。よし、オッケー、来るか、来た。じゃんじゃんじゃん、頂点ペンチみたいな競争にも慣れて、こんな日常を平和と見間違う、ランブリーこうした揺さぶられながら見失えないものはなんだ。
平等宣言に主義の概念に飲まれて心までがまるでと悟ら大嫌い大好きちゃんと喋らなきゃ人形とさして変わらないし良い街を行く人だかりは嬉しそうだったり寂しそうだったりコントラストが五線譜を飛び回りグーになるママレードにシュガーソンピーナッツアンドビタンステップ甘くて苦くて目が回りそうです七世を目指してパーティーを続けよう世界中を驚かせてしまう夜になる I feel 上場連鎖になってリフレクトはい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 改善線合理主義の正論にもまれて僕らの音楽は道具になりさがこっちを向いてよ背を向けないでよそれは正論にならないけど祭り場や死のその後で高ぶったままの人泣き出してしまう人多分同じだろうでも言葉にしようものなら稚拙が極まれに最高だってシュガーソン幸せ飛び出して死んでない理由をそこに映し出せ押し方って土足で明日は来ちゃうけどどんない天気予報のアップデートを果たしたならチャカ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 チャペンライトもできてないなクソエイムとザコステップ聞きすぎて歌詞どっちか分からなくなりますじゃあそっちも歌おうか次パン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 サンデー競争が息を染めてもサンデーゼロに意味がなくなってもフィーリングアセット鳴らし続けることだけが僕たちを僕たち楽しめるショーになる QED マムレードにシュガーソンピーナッツアンダビサフテ生きてく理由をそこに映し出せ矛とは後方へその距離が誇らしい世界中を驚かせ続けようマムレードにシュガーソンピーナッツアンダビタンステップ甘くて苦くて目が回りそうです七千を目指してパーティーを続けよう世界中を驚かせてしまう夜になる I feel 上場連鎖になってリフレクソ高音一挙さて一難去ってまた一挙 Wow 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 yeah 一難去ってまた一挙ありがとうございました。シュガーソング飛び出すセップでした。ユニゾスクエア。あれ、Thank you! ありがとう！ワウ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 。ペロ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 。ビョン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 。はい。カラオケ楽しいね。カラオケ楽しいね。カラオケ楽しいね。ギフト、Thank you!ありがとう曲分からんけど曲分からんけどうめえことわかるいつも歌ってる曲大体分からへん説今日も皆さん次回配分天才ですけどすごいよねだから大体さ10秒ぐらいでさこうまたミラーボールがファーンって支給されてさでまた10秒ぐらいでまたミラーボールファーンって支給されてさみんなが知らない歌を歌うプロみんながパプリカとかだなみんながちょっと待ってあれで見るわアップルミュージックのさランキングでさ見るわうわソー&世界来たねこっちと後で聞こうセンキューありがとうなんかないかな見つけるでゲームの曲
あなんかねアニメのね主題からしいんだけど、ね、これ私はね何で知ったんだっけな、ミックスナッツ、ハビット、X、WXY、シンデレラボーイ、ペテルギウス、なんでもないよ、ドライフラワー、愛とか恋とか、喜劇、バニラ、うわー、なるほどね、ダイナマイト、シャッター、カメレオン、夜にかける、夜に、結界前線だ、結界前線、私、見てないですよね。シンデレラボーイわかります、ダンスホールとかね、いつか一途、バター、やっぱ夜にかけるか、なんかダムの採点ゲームで採点たければ歌の続けられるやつは、それを思い出しました、わかるわかる、雰囲気そんな感じだったよね、かな、あれはなんだっけ、ドッキリドッキリ、どんどんなんだっけ、なんだっけなんだっけなんだっけ、あの歌、ピーリかピリラじゃなくて、なんだっけ、あのなんだっけ、忘れちゃった、こういかなピンと聞いたせい声が、なんだっけ、あのキラリンレボリューションの歌、なんだっけ、キラリンレボリューションの歌、キラリン、バラライカだ、あちょっとビール取ってくる、バラライカ歌う、ヨロノイコヨロノイコヨロヨロカイカイなんだよね、ちょっと聞いていい、やらないか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 、ゆらりゆらり揺れている、男心ピンチ、かなりかなりやばいのさ、忘けてダーリン、クラクラリン、何も、かわいい歌、かわぼで歌うか、来ちゃったぜたくさんのドキドキ、乗り越え踏み越え行くぞ、やらないかやらないかやらやらかいかいこうの思いは止められない、もっと男チックパワー、キラキラちょっと危険な感じ、やらないかやらないかやらやらかいかいもうと、ドキドキ止められない、もっとドラマチック恋、ハレルヤ、二人だけでやらないか、いいねいいね、これ好きだね、私好きだね、で次ギフト読みますか、トモさん、ミラーボール Thank you、 なんだっけ、接待交際料ありがとうございます、そしてゆうゆうさん、接待交際料ありがとうございます、そしてゆいなちびさん、接待交際料ありがとうございます、小川さん、接待交際料ありがとうございます、吉浦さん、接待交際料ありがとうございます、そして肉まんさん、接待交際料ありがとうございます、感謝接待交際、チェコンの山羊さん、接待交際料いやありがとうございます、ショールームが落ちてやらないかほどほとんど聞けなかったまるでやらないかミラボを投げたみたいな、馬の朝、接待交際料ありがとうございます、そしてトモさん、馬 Thank you、 アーさん、馬 Thank you、
ゆいなちびさん、接待交際料感謝。ともさん、接待交際料感謝。そしてアイミンボーイさん、音符センキュー。なんだっけ、エクスペクトパトローナム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 、ナムナム。そしてゆうゆうさん、接待交際料感謝。ゆうなちゃん、接待交際料感謝。そしてミータさん、なんだろう、深田ルカって誰だ、深田ルカが分かりませんが、接待交際料感謝。そして萌さん、接待交際料感謝。ゆかさん、ラブラブジュッチュ。エリさん、ウィンガーリアムレディオーサーじゃなくて、ウィンガ、なんだっけ、もういつも忘れちゃう。エクスペクトパトローナム、エクスペクトパトローナム、エクスペクトパトローナム。エリさん、センキュー。キョンさん、ミラーボール接待交際料感謝。そしてサマンオサの王様、接待交際料感謝。そしてユイナチビちゃん、接待交際料感謝。エリさん、ミガーデムレディオーサー。そして小川さん、ペンライト、エクスペクトパトローナム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 。でサイさん、エクスペクトパトローナム。吉浦さん、エクスペクトパトローナム。小川さん、エクスペクトパトローナム、エクスペクトパトローナム。そしてももちゃん、エクスペクトパトローナム。そしてともさん、接待交際料感謝。ゆいなちゃん、接待交際料感謝。そしてまなみさん、ウィガーリム、ちょ、なんだっけ、エクスペクトパトローナム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 。そしてトモさん、接待交際料感謝。そしてユイナちゃん、接待交際料感謝。ユイナちゃん、ペンライト、エクスペクトパトローナム。萌ちゃん、ラブチュー。そしてエリさん、エクスペクトパトローナム。萌ちゃん、ラブ。エリさん、エクスペクトパトローナム、パトローナム。トモさん、接待交際料感謝。そして萌ちゃん、ラブチュー。小川さん、Thank you。 ジュン、ゆうゆうさん、接待交際料感謝。アイミンボーイさん、あかりとアイミンボーイ、 Thank you。 そしてあずちゃん、 Thank you。 エリさん、 Thank you。 ももさん、 Love you。 キョンさん、 Thank you。 そしてみさきちゃん、かわいい、 Thank you。 ありがとう、かわいい、ありがとう、かわいい、いただきました、かわいい、いただき、かわいい。あれ、ループしてるって勘違いした。そうだですね、ループしてる説も出てくるんですね。よし、 OK OK とか言って、石塚のとこ来たらコイン秒でなくなる説歌歌わせられるから、接待交際させられるから。バラライカーもよかったね。いや、おもろかったね。やばいやいいかだいぶギフトもらう、だいぶギフトもらいましたよ。毎日これ経費で落ちますか、経費で落ちんのかな、これ分かんない、ちょっと税理士さんに聞いてみてください。税理士さんに、これって落ちますか落ちますかって聞いてみてください。アイドル専用ジムだって。私アイドルかな。やばい、やばい。低価格で事故だって。じゃあもうなんか知り合いのとこ行きます。よし、余裕でマック買えますね。本当だよ。絶対交際費ですもんね。本当だよね、うちはね。待って。あずさん、お花 Thank you。 そしてきょんちゃん、ラブー。
ありがとう。タワー超えてるじゃん。タワー超えるとかあんの？タワー超え、みんなでタワーってこと？みんなでタワーみたいなことなの？仕事のモチベに関わるので経費で落としてほしい気持ち。経費で落とします。タワー。ラブー可愛すぎる。じゃあラブーください。ラブーください。まなみちゃんラブー。でこかゆ。48NG なんよね。いや、なんか権利系怖いからちょっと怖いなっていう感じです。何しようと思ったっけ。ようこへのうこへ行くぞ、やらないかやらないかやろそんなばっかり。何がいいかな。歌ラブおかわり来たね。ラブおかわり、あずちゃんラブー、ゆりちゃんラブー、ぎょんちゃんラブー、あずちゃんラブー、ゆうなちゃんラブー、ともちゃんラブー、ラブレンコ、ラブフォーエバー、協力者求む、カニモッチさんが2度目の訪問、星もらいに来てるね、星もらいに来てるね。の声よ声行くぞ。ゆいなちゃんラブー。のうこえろうこえいくぞ。1ヶ月あたりいくぞ。もう大好きすぎるんです、大好き。ともちゃんラブー。ラブラブ言ってたらさ、もうさ喋れなくなっちゃいそうなんだよね。のうこえよう声いくぞ。よいしょ、チャージしようかな。月島きらりちゃんもびっくりの替え歌。ほんとだよな。ラブー、まなみちゃんセンキュー、ラブー。のうこえよう声まで配信、まで配信するのって私の配信に来るんじゃなくて、知らない人の配信、知らない人の配信に行ってギフトを見たい。この人でしょ、ミーコのお部屋さん。ああ、音、あぶねえ、マジで。もやしだけ米できちゃう。ペンライト、タコ、ももちゃんラブー。センキューセンキュー、ありがとう。何で何しようかな、まあ、にこのなんか何これ、お花タワーみたいなやつは、はい、お花タワーみたいなやつはお花タワーだよね。お花タワーみたいなやつは、なんかやって歌やってって感じかな。超天変地みたいな今日、これもなんかもうわかんないんだけどマジで。なるほどね。文字最高とかあんだ。文字最高、ゲーム、カラオケ、カラオケ音符とかなのか。なるほどねって感じかな。よいしょ、 OKOKOK。 みんなありがとう、本当に。お星様、お星様ありがとう。よしうるさん、お星様 Thank you。クソエイムとザコステップのおかげでウィングマン未だにモテません。わかる。ぼちぼちゲーム時間やから、とりあえずミラボー投げていい。え、何、歌始まるってこと。何がいい、歌
ちょっと待ってよ。歌9時からゲームの時間なのね多分。おそらく歌いけます。歌何がいい。ミラボいけます。歌どうする。レモン、レモンどう。レモンかパプリカ。レモンわかる。レモン、レモンいけますか。レモン、あの米津のレモン、米津のレモンかグッバイ宣言、惑星ループ神っぽいな。どうします。プラネタリウムどうしますか。それとも流行りに疎い人もレモンパプリカいきます。じゃあレモンいくか。レモンいきます。ちょっと待ってよ。よし、ちょっと待って、リップ塗りたい。ラブライブ、ラブライブいいね。ラブライブもちょっと今度やろうか。ちょっと待ってよ。いつでも行けます。来る、来るかな。私スタッフ起きた。夢ならばどれほど良かったでしょう。未だにあなたのことを夢に見る。忘れたものを取りに帰るように、古びた思い出の誇りを払う。戻らない幸せがあることを最後にあなたが教えてくれた。言えずに隠してた暗い過去もあなたがいなきゃ永遠に暗いまま。きっともうこれ以上傷つくことなどありはしないとわかっている。あの日の苦しみさえ、あの日の苦しみ、わえって言ってる、どうも胸に残り離れない苦いレモンの匂い。雨が降り止むまで別れない。今でもあなたは私の光。ごめん暗闇であなたの背をなぞった、輪郭を鮮明に覚えてる。受け止めきれないものと出会うたび、溢れてやまないのは涙だけ。何をしていたの、何を見ていたの、私の知らない横顔で。どこかであなたが今私と同じような涙に暮れ寂しさの中にいるなら、私のことなどどうか忘れてください。そんなことを心から願うほどに、今でもあなたは私の光。これわかんない。自分が思うより恋をしてた。わかんない、 B メロわかんない。あれから思うように息ができない。あれなわからない歌詞、わからない歌
私わからな音程わからないおでやれゆえ音程がわからない来たの日の悲しみさえあの日の苦しみさえそのすべてを愛してた花だと取り離れない意外でもほいほい雨が降り止む待てば帰れない。あ、待って待って、やがての私の表皮今でもあなたは私の光。はいはいはい、ふぅ歌詞わかんなかったね。歌詞っていうか音程わかんなかったね。イエーイイエーイイエーイ、なんかミラーボール止まってないんだけど、イエーイイエーイ、どうでした？どうだったどうだった、うまかった？パチ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 、 Thank you thank you thank you、 パチ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 、 Thank you thank you thank you。 そこカラオケで音わかんなくて気まずかったです。みんなここわかんないね。なるやつね。 Thank you thank you、 どうだった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 、イエーイイエーイイエーイ、尊いイエーイイエーイ、尊いイエーイ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 イエイイエイ、ペンライトイエイ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 。これタイムラインに反映されるまで時間かかるのかな、それともアニメーション的に時間かかるのか。イエイ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 、 Thank you thank you thank you thank you、 イエイ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 。ギフト遡れるかな、ラブコールが来て、この辺かな、よし、ここからですね。ともさん接待交際料感謝、そしてゆなちゃん接待交際料感謝、そしてあずちゃん接待交際料感謝、そしてくめちゃん接待交際料感謝、そしてくめ、馬のあの人接待交際料感謝、そしてチェコの山羊さん接待交際料感謝、あずちゃん接待交際料感謝、ともちゃん接待交際料感謝、ゆかちゃんチュ、ゆいなちゃん接待交際料感謝、お初見の人が投げてくれてる、えりちゃん接待交際料、そして小川さん接待交際料感謝、サマンオサの王様接待交際料感謝、そしてあずちゃん接待交際料感謝、そしてゆいなちゃん接待交際料感謝、そしてゆうなちゃん接待交際料感謝、ともちゃん接待交際料感謝、馬のあさん接待交際料、小川さん接待交際料感謝、そしてゆいなちゃん接待交際料感謝、ともちゃん接待交際料感謝、感謝接待料、そしていずみっちーさん接待交際料感謝、みんなペンライト、えりちゃんゆなちゃんまなみちゃん Thank you ギフト、サマンオサの王様、萌えちゃん、えりちゃん、ゆうりちゃん、お、ももちゃんが小判くれてる、小判ありがとう感謝、そしてあずちゃん結婚して無理無理とか言って無理ちゅっちゅ、そして吉浦さんギフトありがとう、まなみちゃんありがとう、あいあいとか言って、よし
初ギフトでタイミング見せまりました。すいません。大丈夫だよ。無理断られた。真正面から断らなくさ、無理とか言わない、無理とか言わない。理想の女の条件、理想女の条件はさっきツイッターにも書いたけど、どれだっけな、これですね。私が求める彼女像、あれどこだ、バンされたかな。彼女像、昨日結婚をしてた、あ、結婚してたの返事ジャニーズだったのに、本当だな。なんだっけ、結婚してっちゃ何て言うんだっけ、夢で会おうなだっけな、なんかそんな感じだったね。ここにここさっきタイプここにいるとか言ってたのに。ウケる。お弁当を毎日持たせてくれる、肌が綺麗、お腹が綺麗、可愛い、綺麗系もいける、だがセクシー、これエロいって書こうとしたけど、いやさすがになと思ってやめた。カメラをたしなむ、センスがいい、おしゃれ、古着屋で服を買う、 T シャツが似合う、歌がうまい、明日死んでも悔いない、だって今日も必死に生きてきたんだものとか言う、カレーが好き、私のことが好き。そして私が求める彼氏像、文学的、めちゃくちゃ本読む、言葉めちゃくちゃ知ってる、昔の曲を一生聴いてる、黒髪、そもそも髪の毛を染めたことがない、メガネが似合う、無印良品でしか服を買わない、言葉の使い方がうまい、散歩が好き、星座に詳しい、これ星座ってかの星のことね、星座に詳しい、無印良品の化粧水だけのスキンケア、スキンケアなんも何もしてない、私のことが好き。無印男子めっちゃ良くない？まあ、無印女子も好きなんだけど、私無印男子めっちゃ好きで、一時期無印男子が好きすぎて、それだけのために暇さえあれば無印良品行ってたもん。無印男子大好きすぎて、無印良品男子よくない。私のことが好き、これだけクリアしました。無印女子の隣に座ってるんですけど、エグーです。え、可愛いってこと？無印男子よくない？無印良品で、わかる、あの感じ、無印良品の店員いいよね。なんか始まったんだけど、パプリカ花が咲いたら晴れたすれに豆をまこう。はい。無印良心。それは良心が無印好きの人。全部無印、本当に体が無印で出てきていました。無印良心が生まれ、そうだよ、無印良心が、ちょっとインスタで調べようよ、無印良品男子アカウントからぞ、無印、おい、アカウントふざけんなよ、投稿しろや。お、ヒロ、無印良品好きの料理男子、お、服着てろや、おい、ふざけんなよ、知らねえよレシピなんて。無印良品の食品を年間300食以上食べる料理男子、レトルトは手抜きじゃなく時短術、レトルトに見えない一人前アレンジ、東京25歳、 IT 会社員、一人暮らし、いいね、一人暮らし。違うんだよ、おしゃれインテリアとか聞いてないんだよ。うわ、いいね、無印良品男子、うわ、いいね、無地グローバルでアカウント見よう、無印良品男子いいね。うわ、短パンはちょっと私好まないわね。うわ、いいね、こういうのね、
無印良品男子。